仙台府ですき焼きをやって、それですき焼き丼を作ります。具材は、お好みのもので、普段おやりになっているようなもので、仙台風を加えてやってください。そうしまして、味付けは、高橋塾簡単万能だれと水だけです。それで、普通にすき焼きで煮たものを、これを今、ご飯の上に盛り付けております。これともっと簡単バージョンの動画も作ってございますので、そちらもご覧になってみてください。これはすき焼きをした時に、一緒にお丼にしています。仙台府が一番こうせあのすき焼きの美味しい部分を吸い取ってますので、とても美味しいです。こんな風にご飯に盛り付けてすき焼き丼にしました。